唐突に何を言い出すのかと思ったら、なんか本当にリサらしいわね。もういいじゃない、ミヤだってそういう情緒くらいわかるでしょ。まあそうね。寒くなっていくのはいいわね。これで思う存分リサを温めてあげることができるんだもの。ミヤったら、またすぐそういう恥ずかしいこと言うんだから。あら、嬉しくないのリサは。嬉しいに決まってるでしょ。分かってるくせに意地悪なんだから。相変わらずてるやなのね、リサ。しょうがないじゃない、こういうのってそうそう変わるもんじゃないし。でも前よりは少し成長したかしらね。え？それってどういうこと？だって以前のリサだったら、こんな目立つ場所で手をつないだらそれだけで真っ赤になっていたはずだもの。それは今はまだ早い時間で、ミカジョの学生が誰もいないからよ。あら、そう。でも私は周りに誰がいても構わないけれど。ミヤはそうよね。まったく、はあ。今日は少し風があるわね。うん、そうね。ミカジョ一美しいと自負しているだけあって、本当に綺麗な黒髪だわ。あ、そうだわ。確かあの時も私とミヤは冬服。なんだかとても懐かしいな。リサ、何をニヤニヤしているのかしら。え、私今笑っていた？ええ、笑っていたわ。とても可愛いけど、なんかちょっと。もうひどい。あのニヤけようは多分エッチなことでも考えていたのかしら。違うわよ。もうそんなわけないでしょ。ミヤじゃあるまいし。あ、なんで言い返さないの？残念だわ。そうなの？リサに関してのエッチなことを考えてるとき、私はそれを人に悟らせることなんてないわ。それ表情は変えず、知性あふれるこの姿を保ったまま。でも頭の中ではリサに対しての熱い思いをあれこれいっぱい考えているのよ。かっこつけたって結局考えているんじゃないの。ええ、当たり前でしょ。まったく
知性あふれるとか自分で言っちゃうあたり本当に自信家よね、ミヤ。私はただ単に事実を言っただけよ。何し、まあそれはそうだけど。なんだか話がそれてしまったわね。それでリサはさっきどんな妄想を置かずにニヤついていたのかしら。え、ぜひ詳しく教えてもらいたいわ。あのね、ちょっと待ってね、リサ。内容によってはメモしておかないといけないかもしれないわ。準備って一体何の準備を。確かカバンの中にあったはずよね、ボイスレコーダー。もう準備なんてしなくていいわよ。っていうかボイスレコーダーなんて持ち歩いていたの、ミア。仕事で使っているのよ。先日の会議が録音されているけど、内容は全部覚えてるから消してもいいわよね。え、それ大事なやつでしょ。消しちゃダメよ、ダメ。こんなの大したものじゃないわ。リサ自らが語る陰微な妄想なんて永久保存版じゃない。これにはリサの脱ぎたて下着と同じくらい高い価値があるわ。間違いなく国宝級よ。だからエッチな妄想じゃないって言ってるでしょ。それになんでその妄想が私の下着と同等価値なのかも全然わからないわよ。はあ、仕方ないわね。そんなにリサが言うのが嫌ならもう諦めるわ。でもそうやってムキになるところ本当に可愛いわね、リサ。うん、やっぱり私をからかったのね。そう、どうかしら。それでエッチの話じゃないならどんな妄想をしていたの。あのね、大したことじゃないから言っちゃうけど、今日から冬服になったじゃない。ええ、そうね。それがどうかしたのかしら。あ、わかったわ。え、もうわかったの、ミア。もちろん、もう2年の秋なんだから当然よね。そろそろ新しい制服に仕立て直した方がいいわよね。今日帰りに早速注文しましょうよ、リサ。ちゃんとクリーニング出してあるんだから綺麗でしょ。でもリサだって1年前と比べるとあっちこっち成長しているでしょ。きつくなってないかしら。それって確かに涼しくなってきたから、ちょっとご飯が美味しくなってきたりとかあるし、ミヤはミヤでいつも美味しいお取り寄せスイーツを私に勧めるし。表情がよく変わって見ている分には面白いけれど。ああ、何よ急に。だって胸とかかなりきついんじゃないかしら。別にきつくないから。そう、体に合った服を着た方がいいわよ。ちゃんと少し大きめに作ってあるからこれでいいのよ。大きめ？それにしては。それ以上言わないで、ミア。そうなのよね、昨年大きめに作った割には胸のところはもうピチピチで。ってそんなことミアには絶対に言わないけど、ともかくそんな無駄遣いはしないからね。ミカ女性にしては本当に倹約家ね、リサって。だって本当に必要ないもん。大丈夫よ、古いリサの制服は私が責任を持って適正価格で引き取るから。これでリサコレクションがまた増えるわ。ダメったらダメ。もうちゃんと話を聞いてよね。
リサ？去年の春、この制服に初めて袖を通した日、この並木道で出会ったのよね、ミュート。それでいろいろと思い出しちゃっていたのよ。ああ、そうね。そんなこともあったわね。リサと出会って本当にいろいろ変わったわ。私もよ。あの出会いはまるで奇跡だったんじゃないのかなってなんか思っちゃうわ。なんて、そんなこと言ったらまた少女趣味って笑われるかしら。今なんて言ったの？リサ。ううん、なんでもない。もう行きましょう、ミア。そろそろ皆さんが登校してくる時間だわ。して目指すは皆勤賞よ。いけない、早く。新しい制服に袖を通す瞬間、大人になった気分がするわ。そういえば一応何人かはが、それだけ皆さん騒いでいたってことなんだけど、どんな子が入ってくるのかしら。わからないことがあったら教えてあげないといけないわね。あの雰囲気に慣れるまできっと戸惑ってしまうわよね。って、こういうところ我ながらすっかりクラス委員気。まだうちのクラスに外部生が入ってくるかどうか。なんて、本当に気が早いわね、私って。リサさん、ごきげんよう。ええ、ごきげんよう。今年度もよろしくお願いしますね。ええ、こちらこそ。緊張感がないから、その分なんかいつも通りよね。すれ違った人、一体誰かしら。あれがもしかして、なんて綺麗なのかしら。心を奪われるってきっとこういうことを言うのね。
しら。あんな素敵な人、この三ヶ所でも見たことないわ。リサさん、ごきげんよう。リサさん、リサさん、一体どうなさったの？ごきげんよう。すいません、私ったらぼーっとしてしまってあんまりのんびりしていては入学式に遅れてしまいますわよ。そうですね、なんかまだ興奮してるみたい。何かしら、こういうのって何かに似ているわ。そうだわ、あれよあれ。なんかそう考えたら、私の中では特別な出会いなのかもしれないわ。あの黒髪、とっても目立つもの。じゃあ急がなくちゃ。どうなさったの、リサさん。大きなため息ですわね。いえ、なんでもありませんわリサさん、後頭部の新しい制服、とてもお似合いですわね。そうかしら。私なんて全然普通よ。今朝会った子の方が。今朝？私の教室、向こうなので。それと、リサさん！もう、どうかしているわ、今日の私。なんだか残念ね。やっぱり現実はロマンス小説のようにはいかないわね。あら、あなたは。さっきすれ違いましたよね。ええ、そうですわね。よーく覚えていますわ。外部生の方ですよね。ええ、まだ知り合いが誰もいないので声をかけてもらってとっても嬉しいわ。よかったら私のお友達になっていただけませんか？はい、私でよければぜひ。ありがとう。それでは早速今日から。はい、一緒に勉強しましょうなんてね。もう妄想なんかしてる場合じゃなかったわ。私のクラスはここ1年雪組だったわね。ごきげんよう。ごきげんよう。あら、また同じクラスですわね。ええ、とても嬉しいわ。そういえば今朝、ユナ様をお見かけし、今日は1年だけのはずなのに。ひょっとして環境整備委員のお仕事かもしれませんわ。近々ユーナ様委員長に就任なさるらしいですし。私の席は あった。嘘でしょ。まさかこんな偶然があるなんて思わなかったわ。きっとこれから彼女のことを知る機会はたくさんあるわ。そしたら
平常心でなんていられないわ。というわけで、明日からの授業は以下の通りです。さて、あら、どうしたのかしら。今年も高等部には外部から何人かの方が新たに入学してきました。わからないことも多く、心細く思われているかもしれません。皆さん、彼女たちが困っていたら進んで声をかけてあげてくださいね。そしてこのクラスにもその外部生の方が1名おります。もちろん知っているわ、隣の彼女もね。その方はとても優秀で、編入試験では満点を取りました。私たちも見習わなくてはいけませんね。外部からの編入試験ってとっても難しいって聞いているわ。私きっと無理だわ。何かしらこの気持ち、これは嫉妬だわ。悔しいんだ私。先生、その外部生徒、皆さんお静かに。では綾瀬さん、前に出てきてください。はい。やっぱり頭もよろしいなんて完璧ですわね。やっぱり目立つのね。当然よね、あんなに綺麗だったら。さあ、綾瀬さん、皆さんに挨拶を。綾瀬美也です。なんか名前まで素敵かも。彼女の容姿にとても合っているわ。皆さん、どうぞよろしくお願いします。私、ミヤさんのファンになってしまいそうで。私もです。いろいろ教えて差し上げましょう。あのクールな佇まい。そうですわね。3年の雫御前にも負けないくらい黒髪もお美しいし。はいはい、おしゃべりはそのくらいにして、今度はあなたたちの番ですよ。昔からの知り合いも多くいるかもしれませんが、一応自己紹介をしていきましょう。はい。皆さん、これからもよろしくお願いします。はい。次は後ろの方。もうすぐ私にも。だいたい決めたけど、でも少し真面目すぎるかしら。
私、安住リサなんだから、ありのままの自分で。この真面目すぎる性格のせいで深い付き合いの友達ができない。はい、では。あ、安住リサさん、いつも成績優秀者の中に。今年もリサさんと一緒のクラスだなんて、私たち、まあ、そんなすごいお方なんですか。ええ、とても頼りになる方よ。彼女がいればこのクラスは安泰ですわね。クラス委員長はもうリサさんで決まりですわね。なんだか注目されているような。私が。今まで通りに勉学に力を入れながら、一日一日を有意義に過ごせるように頑張りたいと思います。はい、いいですよ。では次の方。あなた結構有名人なのね。これからよろしくお願いします。こちらこそよろしくね、綾瀬美也さん。うわー、なんか素敵。美也さんの隣の席でよかった。もうちょっとだけミヤさんと話がしてみたいわ。ミヤさん。はい、何でしょうか。もしわからないことがあったら何でも聞いてね。ええ、ありがとう。ちょうど全員の自己紹介も済んだところですね。では今日はここで終わりにします。優秀なんですもの。きっと勉強の話なんかもできるかもしれないわね。リサさん、ごきげんよう。ええ、ごきげんよう。リサさん、今日提出のレポートですが、日直の私が集めた方がいいでしょうか。それじゃあ大変でしょ。授業前に教壇の上に置いておくように私が言っておきますね。リサさん、昨日の古文でわからないところがあるんですけど。ああ、あそこね、少しわかりづらいわよね。昼休みでよかったらお教えしますわ。こういうところ柔道部の頃とは全然変わらないわね。人の役に立つのは別に嫌じゃないからいいんだけど。リサさん、お聞きしたいことが。あ、はい、何ですか。はあ、早く授業の準備しないと。ごきげんよう、リサさん。ミヤさん、ごきげんよう。そういえば、ミヤさんが他の人と話したりしているところまだ見ていないかも。おとなしい人なのかしら。それともまだ三ヶ所に慣れていないだけ。もう授業が始まるわね。ええ、そうね。皆さん、授業に入る前にちょっと聞いてください。そういえば、
まだ決まっておりませんでしたわね。なんだかすっかりリサさんが委員のようなつもりでおりました。ええ、私もです。私もまだ委員でもないのに雑用とかいろいろやっていたような気がするわ。皆さんの方で推薦してもよろしいのですが、立候補。はい。安住さん、やってもはい、私でよろしければ。では皆さんの意見はどうですか？異論はありません。クラス委員はリサさんの他にはいらっしゃいません。それでは安住さん、よろしくお願いします。はい。では少し連絡事項がありますので、放課後職員室に来てくださいね。頑張ろう。クラス委員か。努力は自分を裏切らないわよね。すごかったわね。満場一致でクラス委員に選ばれるなんて本当に優秀なのね、リサさんは。そんなことないわよ。本当にすごいことだと思うわ。仕事は。リサさん、さすがですわね。やっぱりクラス委員はリサさんに決まりましたね。ありがとう。なんかミヤさんともっと話したかったかも。あら、リサさん、お顔が赤いようですが。いいえ、そんな、大丈夫です。そうですか、無理はなさらずに。本当に平気ですから。私、そんなに顔赤くなっているのかしら。失礼します。安住さん、早速だけど来週から委員会が始まるわ。だからそれまでに決めておいてほしいことがいくつかあるの。はい。ということで大変だと思うけれどお願いね。はい。明日のホームルーム時間にこれらについては私の方からみんなに話します。ありがとう。さすが中等部の頃からクラス委員をしていただけのことはあるわね。いいえ、そんな。そんなあなたを見込んでもう一つお願いがあるんだけど。はい。実はね、綾瀬さんのことなんだけど。綾瀬さん？優秀な学生だから勉強の面では心配ないんだけれど、生活面においてはまだ三ヶ所の雰囲気に慣れてないように見えて。そうですね。彼女が孤立しないように、安住さん、綾瀬さんの面倒を見てあげてくれないかしら。ちょうど席も近いようだし、どうかしら。はい、任せてください。いい返事ね。それじゃあよろしくね。はい、では
失礼します。先生にミヤさんのこと頼まれちゃった。だってミヤさんとても美人だし優秀でもあるし、の友達になれたらいいな。ごきげんよう、リサさん。職員室にご用かしら。ええ、そうなの。明日のホームルームのことで先生に呼ばれたのよ。そう、お疲れ様。なんだか変にミヤさんを意識してしまいそうだったわ。でももっと話をしていけば、他の子と同じように話せるようになるわよね。とは言ったものの、あれから数日経ったけれど何の進展もないのよね。理科の実験の時だって他の子たちが初めて使う器具にビクビクしているのに、さっさと始めて一番に終わらせていたものね。ミヤさんってひょっとして それにたまに笑顔だって見せてくれるし。なんで顔が赤くなってくるのよ。結論からすると、きっと距離感がつかめてないだけよ。結論からすると、きっと距離感がつかめてないだけよ。私も委員の仕事が多くて席を外すことが多かったけど、これからはもう少し気を使わないとね。人使いが荒くなったわ。ああ、急ぎたいけど廊下を走ってはいけないし。こんなことで皆勤賞を逃せないわ。間に合ったわ。リサさん、ごきげんよう。朝からお疲れですね。ええ、ごきげんよう。あら？ミヤさん、お休みじゃないわよね。ええ、さっきお見かけしましたわ。カバンは置いてあるみたいだし、どこに行ったのかしら。どうしたのかしら。校内で迷子？あ、先生来ちゃったわ。起立。で、なんで？どうしていないの？
1時間、ミオさんは一体どこに行ってたのかしら。ミオさん。はい、何でしょうか、リサさん。前の授業どうしていなかったの。それは実はちょっと気分が優れなくて、中庭のベンチで休んでいたんです。ごめんなさい。ああ、そうだったのね。だったらしょうがないわよね。今はもう平気なの？もしまだ具合悪いなら保健室にでも。もう平気よ、リサさん。でもありがとう、気にかけてくれて。本当にちょっとだけ具合が悪かっただけなのね。これから私も気をつけて見ていてあげないと。何か楽しいことでもあったのかしら。もう少し親しかったらいろいろと聞けば。成績が落ちたの、委員のせいにはしたくないし。お菓子？リサさん、お疲れみたいだから。よかったらそれ、どうぞ。ミオさん、ありがとう、嬉しいわ。うわぁ、おいしそう。おかしいのよね、ここ最近のミヤさんって。いないわ、ミヤさん。一体どこにいたのかしら。前に聞いた時は具合が悪いって言ってたけど、でも今日はあまりそんな風には見えなかったけど。まだ今学期は始まったばかりなのに、こんなことでいいのかしら。って、卑屈になってる場合じゃないわ。もう、ミヤさんどこに行ったのよ。探しに行きたいけど、もう授業始まっちゃうわよね。やっぱり変よ、ミヤさん。先生の話聞いているようにはとても思えないわ。ではここまでが次のテストの範囲になりますから、皆さんしっかり覚えてくださいね。なんでここテスト範囲なのよ。この問題、前に出てきて誰かに解いてもらいましょうか。それじゃあ、綾瀬さん。はい、できました。正解です、よくできました。あ、
あんな複雑な問題、あっという間に。すごいですわ。さすが、編入試験で満点を取った。なんでなの。どうしたの、リサさん。そんなにじっと私を見て。いや、ミーヤさん、すごいわね。そうかしら。ありがとう。うん、なんか納得いかないわ。できているのよね。今日はこの前の小テストを返します。満点は一人だけです。綾瀬美也さん。はい。安住梨沙さん。私は、ここが違っていたのね。別に競争してるわけじゃないけれど。なんだか悔しいわ。でも保健室で見かけたことはないのよね。もしかしてミヤさんは。気のせいかと思ったけれど、彼女の授業態度を見ていれば明らかだわ。そんな夢みたいなこと思っている場合じゃないわ。今日はちゃんといるわね。ミヤさん、ここでいいかしら。